ローキューブは青山サグによる日本のライトノベル作品。イラストはティンクルが担当している。電撃文庫より2009年2月から2015年7月まで全15巻が刊行された。2010年から2017年まで電撃ジーズコミック、電撃ジーズフェスティバルコミックにて漫画版が連載。2011年4月にドラマ CD が発売され。 同年7月から9月まで、テレビアニメ版が放送された。また、テレビアニメ第2期、ローキューブ、SS が2013年7月から9月まで、放送された。2016年3月18日に、ローキューブ、のすべてのイラストをまとめた画集、ティンクルイラストレーションズクインテッドティーパーティーローキューブ、が発行された。2015年10月時点で、 シリーズ累計発行部数は243万部を突破している。所属していたバスケットボール部が部長の不祥事で1年間休部となってしまった後、やることが見つからないまま、おばの紹介から小学校の女子バスケットボール部でコーチをすることになった男子高校生を主人公として部員である小学生のヒロインたちとの交流や成長を描く。 美少女キャラクターの魅力を描いた萌えの要素とシリアスなスポーツの描写を盛り込むスポコンの要素を融合させた作風となっている。タイトルの由来は老朽とキューブから。本作は2008年に新人賞である第15回電撃小説大賞に投稿されて銀賞を受賞し、翌年に著者のデビュー作として第1巻が出版された。 著者の青山サグは本作の執筆の経緯を2007年の晩秋に人生に迷いを感じて四国88箇所を巡礼している最中夜の寒さや寂しさを紛らわそうとしているうちに着想を得たとしその後本命のアイディアとは異なる終作のつもりで書き始めた作品が元になったと語っている著者がお変路巡りを通して悩み苦しんだ体験は 物語の序盤において主人公が抱えていた挫折や苦悩にも反映されていたという。ライトノベルでは珍しいスポーツという題材を選んだのは著者がバスケットボールが好きで中学生時代に部活動の経験があったことや入賞を狙う上で競争相手が少ないジャンルを狙ったためであるとしている。本作ではロリータコンプレックスを 題材の一部として扱っており、例えば主人公が、かつて所属していたバスケットボール部がキュー部に追い込まれた、原因も部長と女子小学生の交際であると設定され、作中において、主人公は終始このタブーを気にしている。しかし本作が、電撃大賞の銀賞を受賞したのは、幼いヒロインたちの魅力を描くギャルゲー的な要素を、 含みつつもそれに傾倒せず、直球のスポーツものとしても読ませる内容になっていた、低音を評価されてのことである。著者の青山サグも、小学生をヒロインに設定したのはけなげに、頑張っている姿が、読者に伝わりやすいという考えがあったと説明し、応募段階では、少年漫画風のイラストをイメージしていたと述べている。一方、編集部は、スラムダンクよりも、 ちごましマローの方が好きであるという著者の意向をそれとなく確認した上で可愛らしい作風のテインクルをイラストレーターとして選出した。その後の続刊でもイラストには試合、練習を問わず部員がバスケットボールをしている場面がほとんど描かれていない。さらに編集部がつけたキャッチコピーは少女はスポコン、コーチはロリコンハートフルな。 爽やかローリングスポコメディというもので青山はこれを他人の作品で見たら絶賛するとしつつも難色を示したが結局採用された。電撃萌え王ではキャッチコピーを略してロリコメと表記している。作中のバスケットボールの描写は小学生の競技ではボスハンドのシュートが主流であることを意識した描写がされるなど 派手なスーパープレイは基本的に登場しない方向で描かれている。一方、反則の基準が現実の小学生のバスケットボール競技よりも NBA の基準を意識したものとなっているなど、リアリティよりも娯楽小説としての面白みに重きが置かれている部分もあるという。バスケ好きの高校生、長谷川すばるはスポーツ推薦で進学しなな。 芝高校バスケ部に入部したが、部長のロリコン疑惑が原因で、入部早々に1年間の部活動停止という浮き目に、あってしまう。行き場をなくし日々所在なく過ごしていたスバルだったが、小学校で教師をしているおばたか美生の強引な、誘いから、おばの教え子である絵新学園女子バスケットボール部の、臨時コーチを引き受けることになった。当初は、女子小学生たちが、 相手の慣れない環境に戸惑うスバルだったが、やがて女子バスケ部が体育館の使用権をめぐって、同行の男子バスケ部との間にトラブルを抱え、部の存続をかけた試合を控えていることを知る。港友香をはじめとする女子バスケ部員の過去の事情と、彼女らのバスケに対する思いに、真正面から向き合ったことで、スバル自身もバスケに対する情熱を取り戻し、 それぞれの思いを守るために、積極的に活動を進めていく。男子バスケ部との対決を経た後、スバルは正式なコーチに就任し、より彼女たちとの交流を深めていくことになる。一方、高校生が小学生に恋愛感情を抱くことは、ロリコンの素知りを免れない近畿であるという前提の中、 スバルに好意を抱いた友香との恋模様やハプニングの数々も描かれていく。エシン女バス部の面々は、小学生ゆえの吸収力と成長力、スバルの観察眼、判断力、指導力、そして練習試合などによって、どんどん成長していく。だが、小学生によるミニバスで公式試合に出るには、10人のメンバーが必要であり、6年生の5人によって、 構成されていた、エシン女バス部は、公式試合に出ることができなかった。その後、右翼曲折の末、エシン学園に5年生による女バス部が設立され、6年生に、勝負を挑んでくる。だが、指導者もいない、急増の5年生では、6年生チームの相手には、ならなかった。スバルは、5年生チームが力を伸ばせば、6年生チームの、良いライバルになって、 互いに良い刺激となり、さらにチームが一つになれば10人になって公式試合に出られるかもしれないと考え、5年生チームのコーチを幼馴染みにて同級生であり、中学時代に部活で女バスチームにいた小木わさびに頼み、再戦の機会を作る。その後6年生チームと5年生チームの試合が行われ、5年生チームは赤杯。その後、 5年生メンバーの中でも6年生チームに合流するのを渋っていた子たちも、ある事件を境にして6年生チームに合流。こうして、エシン女バス部は10人となり、公式試合に出ることができるようになった。また青井も、スバルと共にコーチを継続してくれることになり、エシン女バス部はさらに力をつけていく。そしてミニバスの全国大会が行われることになり、 エッシン女バス部も参加。初戦の対戦相手は、以前6年生チームが、練習試合で赤敗した鈴利谷女学園だった。そのリベンジを果たすため、エッシン女バス部は、試合に挑む。同時に6年生にとっては、これが最初で最後の公式戦、公式大会だった。主要登場人物には、身長、誕生日、AB 様式血液型、学業成績、 食べ物の好みなどといったプロフィールが設定されており、アニメ版ではアイキャッチとして挿入されている。登場人物が履いているバスケットシューズのブランドにも裏設定があり、漫画版やアニメ版の描写に反映されている。声優はテレビアニメ版、ドラマ CD 版、ゲーム版共通。小学校から大学までエスカレータ式の私立学校。初等部と中等部は、 美南市の郊外に設置されており、生徒はスクールバスを利用して通学する。作中に登場するのは主に初等部に属する生徒と、その教師である。女子バスケットボール部前保が5年生の時に転校生の友香と共に友人を誘って設立された部。体育館使用権の関係で活動日は月、水、金。当初は、 部員同士で試合をするのみで、基礎練習をせず遊んでいる状態だったため、活動不十分とされ、存続危機だったところに、スバルが臨時コーチを務めることとなり、部の存続をかけた、男女対抗戦で勝利を収め存続が決定した。対抗戦後に、スバルが正式にコーチに就任したことで、本格的に指導、着実に実力を上げていった。部員が5人だけのため、 人数不足で公式戦には出場できず、男バスや5年女バスなど、同行の別チームと対戦するとこが多い。後に、5年女バスと合流することで晴れて公式戦、出場資格を得た。公式のユニフォームがないため体操着を着用していたが、フォーム主催のミニバス大会後、真帆の父、冬河から白と水色のユニフォームをプレゼントされた。 五年女バス転校してきたミミガともかとの勝負を求めていたことがきっかけで結成された五年生のチーム。正式な女子バスケ部所属ではなく、スバルから五年女バスと呼ばれている。メンバー全員が女子バスケ部に対し何らかの因縁関係を持つ。選手の一人、カズとの能力は高いが、選手たちの個々の輪が強いことと連携プレーの練習を、 していないためチームプレーに難がある。試合後に、スバルの依頼で、葵がコーチをすることになり、ランガンのプレースタイルを身につける。フォーム主催のミニバス大会後は、サポートメンバーとして6年の練習に参加している。男子バスケットボール部昨年度の大会で、地区優勝を果たしたものの県大会の初戦で大敗。その悔しさから練習日を増やしたかったが、 当時遊んでいるようにしか見えなかった女子バスケ部が体育館を使用していることに納得できず、さらに顧問同士の対立から体育館使用権や女子バスケ部の存続をかけて勝負することになる。飛び抜けて身長の高い選手がおらず、全員が150センチ台であると劇中で評されている。生徒教員その他スバルが通う学校を、 東大にも卒業生を送る上位クラスの進学校で、普通科の他にも、スバルが所属するスポーツ選抜者クラスが設置されている。制服は、紺色のブレザーに、男子はネクタイ、女子はリボンを結んでいる。色は両方とも赤色。2期生の高校であるため、2週間ほどの秋休みがある。バスケ部は、県内で、中の上レベルだが、 顧問のやる気の無さと水先の起こした不祥事を理由に一年間の活動停止処分を下された。七芝高校男子バスケ部が一年間の活動停止処分になったことで、一斉の提案で結成された非公式の同好会。活動日は週二回で市内にある総合アミューズメント施設、オールグリーンや市内の運動公園などのバスケコートがある場所を借りて、 活動をしている。一年後に指導した際に向けての自主練習が主な目的になっている。参加メンバーは、長谷川すばると、中学時代の友人たちである、小木わさび、上原一世また、不定期であるが、今は別の高校に通う、中学がすばる、葵と同じだった、柿園とご障子も参加している。夏休みの終わりから活動を聞いた元バスケ部員の、 カシー万里も参加する。スバルがエシンで女子バスのコーチを務めていることから、同好会メンバーのほとんどがエシン女バスの部員たちと交流がある。人里離れた場所に存在する全寮制の女子校。作中では美術館のような外観とされている。スポーツに力を入れており、生徒は運動部への参加が必須。バスケ部は全国常連の競合。 フォーム取材のミニバス大会でも5年生主体のメンバーが参加する。長谷川屋庭にはバスケットゴールが設置されており、スバルや友香の練習に使用される。港屋純和風の平屋建築で、茶道と日本舞踊の稽古場も内包している。ほとんどの部屋が和室であるが、友香の部屋は様式に改装されている。 三沢家資産家で丘一つ丸々立地のリゾートホテルと見まがう屋敷にはプールやバスケットゴール付きのテニスコートがある。県内の南端にある観光地に別荘を所有している。長塚家家屋が同居している3階建ての建物でお好み焼きや長塚を経営している。鈴蘭通り商店街では有名でタウン市での人気投票で1位を獲得している。 この店の常連客にはマホたちはエンジェルズと呼ばれている。袴田やアニメの描写では一般的な一軒家の模様。カシー家から歩いて数分の距離にあるスポーツクラブを経営している。利用客はお年寄りが多いため朝早めに開館する代わりに閉館時間を早くしている。カシー兄弟は閉館後に施設の器具を利用してトレーニングを行っている。 富士居や、鈴蘭通り商店街で高級寿司店、寿司富士を経営している。高級店であるためタウン市での人気投票では、長塚に首位を譲っており、正美が先を敵視する要因となっている。PSP 版ゲームソフト、ローキューブ。および、ローキューブ。秘密の落とし物にて登場する、オリジナルキャラクター。青山サグ、アスキーメディアワークス、電撃文庫。 全15巻。基本的には、時系列順に刊行されるが、短編が挿入されるため、時系列がずれることがある。作画、高見祐樹による、原作ライトノベルの内容に準拠した、漫画家作品が、ローキューブ。のタイトルで、電撃ジーズマガジン2010年10月号から2014年6月号まで、連載後。 電撃ジーズコミックに移籍して2017年3月号まで連載。全員12巻。作画、三輪二葉によるスバルと出会う前の友果たちが5年生の頃を描く4コマ漫画形式の作品が、ローキューブ。4コマのタイトルで、電撃模様を2011年6月号より連載された。全2巻。作画、高見祐貴による原作6巻と7巻を、 友歌視店で描くスピンオフコミックが、ローキューブ。ワフタイムのタイトルで、電撃ジーズフェスティバルコミックに、ボリューム26から42まで連載。最終話は、電撃ジーズコミック2015年10月号に掲載された。単行本全三巻。第1期の格話サブタイトルは洋楽をもとに、原作者と、その担当編集者が、悪ノリで決めたとされ。 例えば第1期第1話のサブタイトルはビートルズの曲ビートルズがやってくるやややをもじったパロディである第2期の格話サブタイトルは日本レコード大賞で大賞を受賞した曲が元になっているパッケージイラストは原作でイラストを担当しているテインクルの書き下ろしイラストが使用されているまた初回版には 青山サグカキろしのショートストーリーと解説書が付属されている。第1期は初回版全館購入者特典としてユニットローキュービーユーのライブ DVD が応募者全員にプレゼントされた。ドラマ CD ローキューブローキューブインターバルオーディオドラマ第1話魔法の魔。 オーディオドラマ第1話夕暮れ飛行船。オーディオドラマ第2話1ミリメートルちょっとのマインドオーディオドラマ第2話大好き不和は、オーディオドラマ第3話マイディア。オーディオドラマ第3話青じゃなくって水色トラック1話オリジナルのキャラクターソング。トラック2はアニメのオープニングテーマシュートゲットゴールのアレンジ曲。トラック3は原作者脚本による ミニドラマを収録している。5年生チームのみオリジナルのキャラクターソング3曲を収録している。第1期ボリューム1港ともか港ともかのキャラクターソングで港ともかを演じる花沢香なが歌っている。自主恋、シューター、シュート、ナンバーフォーミックス香ともかの一人ごと、スバルさんへ自主恋、シューター。 シュート、ナンバーフォーミックスボリューム2三沢ホミ三沢マホのキャラクターソングで三沢マホを演じる井口優香が歌っている未来、シュートシュートナンバーファイブミックスマホの相談ごとスペシャルサービス未来、シュートシュートナンバーファイブミックスボリューム3長塚先長塚先のキャラクターソングで長塚先を演じる日笠陽子が歌っているキャンペキしなきゃ シュート、ナンバー6ミックス先の姫ごと、汗と汗とが、キャンペキしなきゃ。シュート、ナンバー6ミックスボリューム4袴田ひなた、袴田ひなたのキャラクターソングで、袴田ひなたを演じる、小倉ゆいが歌っている。友達ピンクシュート、ナンバー8ミックスひなたの悩みごと、今日はお留守番友達ピンクシュート、ナンバー8ミックスボリューム5かし、アイリかしー、アイリのキャラクターソングで、 カッシー・アイリーを演じる、日高リナが歌っている。ほっこり・日和シュート、ナンバー・ナナミックス・アイ・リーの習い事、秘密特訓ほっこり・日和シュート、ナンバー・ナナ・ミックス第2期ボリューム1湊・ミナト・ト友香ミナト・のキャラクターソングで、ミナト・を演じる、花沢香奈が歌っている。純情・ジェネレーション・ゲット・ゴール、ナンバー・フォー・ミックスへ新学園初等部女子、ミニバスケットボール部 SNS 活動日誌。 日焼けしちゃった。純情ジェネレーションゲットゴール、ナンバーフォーミックスボリューム2三沢真穂三沢真ホの、キャラクターソングで、三沢真ホを演じる、井口優香が歌っている。マホトピアゲットゴール、ナンバーファイブミックスへ新学園初等部女子、ミニバスケットボール部 SNS 活動日誌、星型のあざを持つ女。マホトピアゲットゴール、ナンバーファイブミックスボリューム3長塚か先長塚か。 サキのキャラクターソングで、長塚サキを演じる、ヒカサ子が歌っている。冷静ストラテジーゲットゴール、ナンバー6ミックスへ新学園初等部女子、ミニバスケットボール部 SNS 活動日誌、いかが怖い。冷静ストラテジーゲットゴール、ナンバー6ミックスボリューム4カシーアイ、リーカシーアイリのキャラクターソングで、カシーアイリを演じる、日高里リナが歌っている。 ジンジャーエールゲットゴール、ナンバー7ミックスへ進学園初等部女子、ミニバスケットボール部 SNS 活動日誌、私も後が残っちゃった、ジンジャーエールゲットゴール、ナンバー7ミックスボリューム5袴田ひなた、袴田ひなたのキャラクターソングで、袴田ひなたを演じる、小倉優衣が歌っている。ボール、ミーツ、ガールゲットゴール、ナンバー8ミックスへ進学園初等部女子、 ミニバスケットボール部 SNS 活動日誌、海の歌。作詞作曲、ひなボール、ミーツ、ガールゲットゴール、ナンバー8ミックスへ進学園初等部女子、ミニバスケットボール部5年生、チーム5年生チームのキャラクターソング。下級生グルーブ、ドキドキすること超絶よくできました。下級生グルーブ、インストゥルメンタルドキドキすること、インストゥルメンタル超絶よくできました。 インストゥルメンタル21世紀、美、少女化、ローキュビーユー、ジッシュイ、シューター、歌、港友ト未来カシュート化、三沢ワマホキャンペーキしなきゃ。歌、長塚咲キ、友達ピンク化。袴田ひなたほっこり日和歌、カッシーアイリーマホの、ま、歌、三沢ワマホ夕暮れ飛行船化、長塚咲一1ミリメートルちょっとのマインド化、カッシーアイリー大好きふわわ歌。 袴田日の玉ディアー、歌、港友と青じゃなくって、水色歌小うおぎわあさび2011年6月28日から、同年9月27日までニコニコ生放送にて、配信されていた。全7回、毎月2回配信。2011年10月11日から2012年2月7日まで、響けきラジオステーションにて配信されていた。全10回、 10月分の未毎週火曜更新。11月分により、各週火曜更新。2013年6月27日から12月5日まで、響きラジオステーション及び音泉にて配信された。全23回、毎週木曜更新。モバイル用、ゲームアプリケーションとして2012年10月19日に、グリー、モバゲー、ミクシーゲームから、 12月25日にピクシーフゲームから配信開始。モバゲーは2015年4月2日に配信終了している。ローキューブ。SS に関するカテゴリー。ローキューブ。秘密の落とし物に関するカテゴリー。ありがとうございます。